リトルプレイヤーズカードで遊ぼう。6月3日秋田戦の来場プレゼントリトルプレイヤーズカードの遊び方を僕たち選手が実演したいと思います。で、参加選手は前回に引き続きこのメンバーでお送りいたします。リトルプレイヤーズカードのについての説明は前半戦の動画をご覧ください。それでは早速後半戦のゲームインディアンポーカーをやっていきましょう。古川選手、説明をよろしくお願いします。インディアンポーカーは説明して。会話の中で駆け引きをしながら自分のカードが他のプレイヤーのカードより強いかを予想する心理ゲームでございます。でございます。ありがとうございました。まだある？まだあるよ。1枚ずつカードを引き他のプレイヤーに見えるようにおでこに掲げます。全員がカードを引いたら3分間の駆け引きスタート。会話をしながら自分のカードを数字を当てるためのヒントを引き出します。周りより弱いと思ったら勝負しなくても OK です。交換ができます。勝負すると決めたプレイヤーはせーのでその場にカードを出し飽きてるやん飽きてるやん。その中でより数字の大きかったプレイヤーの勝利となります。なるほど。以上でございます。ありがとうございます。全員理解できましたか？いやちょっとわかんないでもう一回。そして今回も特別ルールがあります。有賀選手お願いします。はい。引いたカードが子供の頃だった場合カードの数字に10を足した数がそのカードの強さの数になります。自分のカードが大人なのか子供なのかも勝負を分けるポイントになるらしいです。らしいじゃない、はい、らしいです。ゲーム、そういう。以上、はい、ありがとうございます。今回はまず4回戦やっていきたいと思います。それではスタート。誰からもらいます。なんで陽介から。これも個人戦ですよ。俺見えないんですか。すいません。子供のあ、やべえ、見ちゃった。おー、いいえ。そりゃそうだろ、言ってたよ。子供の頃のカードやったら弱いんパライドゥあれ子供の頃のカードやったら強いんや。プラス10だって子供の頃のカードやったら。そう、ユータやん。陽介は強いしてマジか、お前お前マジかお前マジか。いや、これね、いいと思うんだよね。お前フィーリングいい。お前マジか。ほんまに若い、それはフィーリングいい。フィーリングいい、うん、じゃあ若いわお前。あーあああ、かわいい。陽介はね、陽介も結構かわいいと思う、うん、まあいい線いってるよね、うん、子供の方が強いな、これ子供の方が強い。絶対子供やん、じゃあ俺見ようとすんなよ。え見よう。無理無理無理、見られへん。え、帰る人いない、うん、いいん、それで仲良ないで、その人お前もないで。竹内は結構危ないっす。結構危ない、うん、俺お前ら信じてないから。駆け引きたい。お前マジ変えた方がいい。信じてないね。じゃあ変えない方がいい。俺もなんか強そうやん。お前強い。みんなの見る目実際やったら強い。実際やったら、実際やったら。じゃあラストとかやん実際やったら強そうや。結構フィーリングいい。じゃあこれにしよう。でもお前ラストだと考えてみ。他の人見たとき負けんで。29やろ。まあまあ高い。ってことは。ってことは。俺多分負けないと思う。負けはないってこと。俺も多分負けない。お前負けない。うん、俺はどうすか。負けある。でも武井君には負けないですよね。じゃあ俺変えようかな。不安になってきた。多分武井君には負けない。不安マン。不安マン。カジサック出したいもんね。カジサックちゃうよけど。変える？だって誰も買えないのはさ、確かに尺的に買えようかな、うん、あ、見ようとしてる。危ねえあの、後藤駆け引き下手くそです。危ねえうわ、てかこれ危ない。あんまり好きじゃないかもしれないですよ、ね、あんま良くないよ。えあれあんま好きじゃない。えでももう変えれないんよ。顔のあれないやん、下らへん。え、何回まで変えれる。カイトやん。2回まで変えれる。2回までいいんすか。はい、やったやってもうたやん。カイトやん、変えよう
そろそろ。うわいいの出したわ。そうなってくると多分後藤危ないわ。でももう変えれないから。でもいい線。とりあえずお前変えた方がいいで。後藤マジで。お前変えた方がいいで。勝負しなくてもいいですよ。うんうん。それでいいなね。お前変えた方がいい。じゃあ変えようか。ゆうすけは。俺を信じろよ。じゃあ変えるわ。じゃあ変えです。ほらラストや。ウェイ。それ強いよ。変えるけどお前。あ、俺さ、子供の方が強いんだよね。子供のクラス50。あと力強く握りすぎて、ね、ラストの頭いっちゃってるって次山に会った時ラスト分かるってお前はい。さっきの神経衰弱のせいで翔太君のやつ握りしめてた。あと10秒だって、はい、それはどうなんありがとう、ヨノスケロッカです。終了。これで負けたらちょっと悔いないよということで8さんのじゃあ、せーので出します。せーの。え、あぶねー。強い。これは、俺の負けですか。はい、負けです。マジで。じゃあ、2回戦目ドロー。こっちから入れていいんか。はい、渋さん、なかなか。後藤いい手札持ってると思うけど、今回結構逆やけど、上下逆や。後藤結構いい手札持ってる気がする。ケニスケは笑いって何。ええ大丈夫かお前。じゃあ駆け引きタイム、ベテランは若手は中堅。それもう言っていいん。これ言うわ。じゃあ武くんの何教えて、教えて、紹介して。まあ、レジェンドかな。大ベテランっすね。大ベテラン。このまま言っていいんじゃない。ジュビロの大ベテラン。いやさ、ジュビロのね。ジュビロの大ベテランっす。レジェンド。うん、俺変えるわ、あとで。うん、ラジオしてる。俺は変えるわ。俺はケニスケは中堅やな。いや、中堅っていうか、まあ中堅寄りのベテラン寄りの。ベテラン寄りの中堅やな。どっちもどっちっす。他のクラブやったら中堅。これは後藤は大若手。いやもう陽介一番中堅。ザ中堅。分かった。いい選手。いい選手。ノリ君とかや。確かに。じゃあ変えた方がいいじゃん。変えた方がいい。そっか。そうだよ、2番だ。俺は変えるのも決まってる。俺も変えるわ。中堅ってどこからどこ。ちょっと変えます。おお、牧田君すいません。山ね。山田でした。30秒。山田でした。いや、じゃあ俺も一旦中堅なんでそんな高くないと思います、番号が。おレジェンド。またレジェンド多くない。これレジェンド。レジェンド多くない。カードにしてください。レジェンドです。アリガヤ。俺のレジェンド。うちのレジェンドよ。陽介もマジレジェンドです。陽介今呼び捨てしたの。マジレジェンドです。マジレジ。マジレジ。俺変えるわ。ケン君はマジレジやったら8さんとかや。うん、あの喧嘩っぱいです。もう分かるやん。分かるやん。変えるわ。4でしょやっぱり。え、俺も絶対ちゃうやんじゃん。うわ、うわ、微妙やんけ。まったくんな気がする。レジェンドじゃないやん。もう帰れへんねん。俺も帰れない。ああ、これあれ、うわ、持ってる、合ってる、合ってる。すげえ。笑いくらい今と一緒やん。すごい。後藤それでいい。じゃあ行く。いい、すごい。いい、せーの、せ。うわー、けた。おお、すごっ。いや、待って、俺ここすごいっす。え、じゃあこれ1ポイントでいいですか。ちゃうよ、揃った。うん、神経衰弱になっちゃう。あ、違う、1セット。え、誰が優勝。53。え、でも俺じゃん。ないないない。あ、ない。自分出たからとかないよ。じゃあ俺2ポイント。後藤が2ポイントね。3回戦目意外と分からんね。いきます。はい。あはははは。いいね。じゃあアラスですけど、性格、趣味、癖。ああ、はい、仲間っす。
仲間だろ、誰も。金君の仲間っす、それは。仲間？趣味の仲間っす。ああ、ほうほうほう。趣味の仲間ね。結構いると思いますけどね、多分一番仲いいんじゃないですか、趣味の仲間。うん、だから、寄り道兄貴か。Wi-Fi を買ってくれようとしたことがある。やばくないやお前、ピンポイントすぎやろ。ピンポイントすぎやろ。ちょっと、2はちょっと。え、ヒント言っていい？うん、いいよ。まあ、1枚目にしよう。ちょうだいちょうだい。もっとちょうだい。うん。フレンドリー。ファライ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 幼少期。勝ちやん。ファライ幼少期勝ちやん。俺はやりっすよ。ああ。やり？うまひこやんちゃう。さ、最初やからな。変えるか変えないかで。俺は ゲーム、同じゲームしてる人。りょうくんや。ピンポイントやな、やっぱ。やっぱり。なんで変えないの？なんで変えないの？まあまあ強め。わ、あ、わかった人で勝ちたくないな。うわ。おぉ。兄貴。まあでも後藤は。兄貴言うてるやん、もう。兄貴。後藤はまあ、まあまあ。何まあまあって。ああ。ちょっと飛んでるよね、この人、うん、飛びすぎやろ。飛び、どういう飛びっすか。いろ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 飛び、飛び系、飛び系、飛び系アイアン、飛び系アイアン。え、じゃああと2分変えるんか。これ兄貴やろ、俺の兄貴、うん、じゃあ前の兄貴とは言ってた。絶対もう数低い。あ、俺の兄貴ではない。前の兄貴とは言ってた、うん。兄貴、兄貴感もないしないな、ない。え、あ、この人、うん、どうする。あれや、俺の兄貴とわひかん。兄貴ちゃうやろ。挨拶結構面白いっすよ。おー、疲れちゃうんやん、絶対。おー、おー、誰、ほだるくん。弱いよ。おつ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 どこが兄貴なの？弟やろ。あ、もう無理や。じゃあ俺も帰れへん。いや、直樹、それどっちの直樹。直樹、レジェン、レジェンドの方。いや、直樹くん。はい、じゃあ終了です。 OK、 じゃあ行きます。せーの、東洋マネ。おー、誰？はい、俺。俺の勝ち。ファライーさん。ファライドゥドゥの幼少期。ドゥドゥ、ありがとう。竹千代1ポイント。やめて、竹千代。竹千代1ポイント。竹千代1ポイント。弱いね。じゃあ、最後。1万ポイント。1万ポイント。よっ、よっ、よっ。今までの何？1 万ポイントです。YouTuber あるある。じゃあ。ガリガリすんなよ、他のな。うわぁ、おいおぉ、すごいね。ナオキ、ナオキ結構個性的。ナオキ、結構ナオキ、結構ナオキ。あ、じゃあナオキ強め。ハチさんの幼少期とか結構おぉしたら、俺見てみたいけど、ちょっと普通に普通に、ね、普通にこう見たいけど。いや、こっちがカンナ君の幼少期かもしれない。だったら結構強い。カエルっす。パライです。あ、まあ、あのパライです。あったよかった。あのす、俺勝ちに行くわ、じゃあ。うん、ほんまにドゥドゥ。マジでピンクレジェンド。マジ、マジレジェンド。マジレジェンド。マジレジェンド。おめでとう。今日レジェンドでしょ。おめでとう、30周年おめでとう。今日おめでとう。もう答え言ってるんですけど、おめでとう。あ、ありがとうございます。セットでセットでます。じゃあ俺弱なる司会とかさ、したら俺勝ちに行った。おい、こっちか、やっぱ。おー、それは兄貴。兄貴、それはマジ、マジ兄貴っす。どう、俺いっぱいいんねんけど、なんかどう状態どう？状態は悪いっす。状態は悪い。状態悪い。後藤も状態悪い。
いっちゃん可愛いね。本当だ。髪型って悪い。あんまり言わん。あんまり言わん。結構傷んでたけど、あんまり言わん。数字書くの苦手。ヒントない今回。ヒントない。じゃあ、どうしようかな。これもう一回変えれますよね。うん。俺次サイズ。じゃあプレイの特徴でヒント出し合って。はい。俺は股抜き。もうこれ高校やん。しょっぱい顔。これ高校も高校しかないやん。股抜き。股抜き縦の縦。縦股抜き。これ高校やん。縦と見せかけて体育からの縦クロス。変えれないんですよ。 あと2分。縦これ縦こうやって始まる。ドリブラーです。ドリブラー状態悪い。ドリブラー今日途中でシュート練習やめた。いやあいつ幼少期やんじゃん。あいつ幼少期や。俺のつむじここにある。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 髪の毛下りない。降りてるとこ見たことない。普通にこうなってるやん。まあ、言ったらお前今日待って、陽介の幼少期じゃ俺勝てないじゃん。常にチンピンピンになってる人って誰やろ。セットで。セットお前負けやで。とりあえずじゃあ出しましょう。せーの。うわ、なんて麻痺。わあ。じゃあリキね。リキ麻痺くん優勝じゃない。なんでやねん。なんでめっちゃよだれ垂れてるよこれ。じゃあかわいい。優勝はよだれ垂れてる麻痺くんが優勝です。せやろ。麻痺くんが優勝なんや。麻痺くんが優勝です。おめでとう。じゃあビリだった陽介。どんで？どんで？一言お願いします。ちょっと待って。ないって。感想言ってもらえる。感想は、まあ幼少期、俺の幼少期が可愛かったですね。自分の感想。とかあるなんかこと。あるあんま不乱。感想あんま不乱。感想はそんぐらいですかね。まあ、しっかりそうっすね。選択してしっかりそれはしておきたいですね。じゃあ感想欲し。感想キーのもんね。感そっちの感想か。とか。あとしっかりまあ走り切りたいっす、ね。それ感想やね。マラソン感想とか。もうないよ。それでは最後に今後の試合に向けて意気込みを一人ずつ、まずは後藤選手からお願いします。早く怪我を治して出れるように頑張りたいと思います。僕ですか。僕です。まだまだ今年はまだ。なんで言うてんの。じゃ長いね。俺で行くわ。じゃあ普通に。じゃあまだシーズン始まったばかりなので、これからチームもっと一体感を持って、試合に勝っていけるように、頑張ります。じゃあ針谷さん、まあもっともっとチームに貢献できるように、まああとは若い子たちと頑張って勝てるように頑張ります。はい。じゃあ以上で。じゃあこれでは俺のとこ割愛すない。いたんですか。とか。今年は。とか。今年はまだ、ゴール来てないんで点取れるように頑張ります。それでは最後に後藤圭介から告知をお願いします。今回僕たちが遊んだリトルプレイヤーズカードは6月3日秋田戦来場者プレゼントとしてチケットをお持ちの方全員に入場ゲートでお配りします。裏はこのようになっているので
いますので、当日はこれをボードとして使ってお家で切り離して遊んでください。当日はジビロリトルドリームスと題し、さまざまなキッズ向け、ファミリー向けイベントを企画しています。ぜひスタジアムで僕たち選手に熱い声援をよろしくお願いします。ちなみにこの日は僕の誕生日です。およろしくお願いします。ってことは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 頑張ります。まあまあまあ、最後まで動画を、お楽しみいただきありがとうございました。大丈夫ですか？うん、子供かお前。子供か。はい。じゃないよ。またスタジアムでお待ちしております。さよなら。